鋭いのか鈍いのかわからん人だな。危ない夜だ。もう一人かわしきれん。ごはん。素人の私が勝手に治療を。実は私護身術とか得意で、弟に習って。それでありがとうヨルさん。すごいですね。あいつ吹っ飛んでましたよ。すみません、吹っ飛ばしてしまいました。いたぞ。手段選ぶな、必ずやれ。ロイドさん、こんな時になんですが、結婚しませんか？あ！人は皆、誰にも見せぬ自分を持っている。スパイファミリー、毎週土曜夜11時から放送中。